ちょっとね、今回ね、プロのナレーターっぽく言うわ。いくよ。プロジェクト世界、カラフルステージ、フューチャリングカルク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 。はい、今回はですね、プロセカの実況を撮っていきたいと思います。でね、久々に撮るんじゃないでしたっけね。前回やったうっせーわからですね、何日だ、5日 ?4 日ぐらい空いたのかな。なんで5日5日とか言わなかった？4日とか4日5日ってもう完全に小学生の数え方なのにね。今回ですね、音来たってことで、なんかギラギラあたり来ると思ってたんだけど、まさかの音だったっていうね。で、小羽ちゃんとあんちゃんが歌ってくれてるんですよ、今回ね。いやマジで楽しみっていうか、まあもう聞いたんだけどね俺いや、いつも通りね、俺初見プレイ動画っていうのをまあ実況しながら見ていくっていう動画を撮ってるんだけど、まあ今回もそういう感じでやっていきたいと思います。ご覧ください。さあ来ました、オドですね。デコニーナさん、ギガさん、テディロイドさんがですね、コラボみたいな感じしてね、作った曲ですね。最高じゃない？本当にデコニーナさんってめちゃめちゃなんかみんな好きじゃん。ヴァンパイアとか作ってる人ね。来た。いや、ここね、いや初段からめっちゃ歌うの難しいんですよ、これ。オドね、普段から聴いている人ならわかるんだけど、来ました。いや、最高だね。いや、ここね、テンション上がるよね、なんか、めちゃめちゃ。あ、グレート出したからテンション下がったわ。グレート出したからさ、なんかさ、テンション上がってたのにテンション下がったわ、今。あ、またグレート出た。すごい出るね、俺、今回に関しては。来た。いいね、これ、A がめちゃめちゃさ、いいよね、本当に。なんか本気に近いっていうのかな、歌い方が。オドに関してはマジで難しい。あ、来た。いや、このさ、ラップ部分最高。いいね、乗っかちゃえば。バーがね、ちょっとね、バッてこうなんかね、裏声出すのよ。あ、これちょっとね、ふわふわな感じ、ふわふわな感じがめちゃめちゃいいですね。開演準備いくよ。ここね、ここ難しいんですよ、歌うの。譜面はそんな難しくなかったんだけど歌う方はめちゃめちゃ難しいっていうね。さあ来た。いや、まあここに関してはまあ加工なんだけど、再現度めちゃめちゃいいですよね。来た。これは焼肉パーティーできまして、来ました。いや、ここさ、いいね、ここの部分結構好きなんですよ。ウォーウォーみたいな感じの、結構、あ、来た。なんかさ、シルバニアファミリーって言ったら怒られるね。なんか同じネタ使うなみたいなことみんな言われそうだから、低評価押さないでね。なんか画面には低評価のマークついてたけど、グッドボタンお願いねここ難しかった、本当に。早かったね、めちゃめちゃ。いや、本当に難しい。ここね、結構ね、譜面的にほら遅れてるでしょ。なんか判定にや、あ、来た。いや、今さ、黙ればよかった。俺ちゃんと聞きたかった。青が聞けたんですよ、小羽ちゃんのね。あんちゃんも、あんちゃんだったかな、ちょっと俺の声で書き付けされてて、誰が青って言ったかわからなかった今、ごめんね。さあ、安定パーティー来まして、いいね、盛り上がるね。ちょっと待って、息継ぎがもう全然できない。あ、来た。いや、バチバチですね、バチ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 に俺もテンション上がってます今。はいはい、レッ、はい、あ、はい急に語彙力なくなるじゃん。はい、来ました。最後なんかね、お城みたいな、キングみたいな感じで終わりましたね。どういうこと。さあ来ました、オド、初見プレイ動画見ていきました。フルコンボ達成できました、ありがとう。みんなのおかげだねこれは。パーフェクト言わないでいいか。グレートが7でしたね。いやー、なんかね、やっぱり難しかったね、29なだけあって。でもさ、フルコンボできたのがすごい嬉しかったですね、個人的には。で、コンボ数とかってさ、これオドになってたりしないかな、オドっていう文字とかになってしないかな。10.8838.8.8、全然なってないね